おはようございます、寝起き3秒で市場に来る男、どうもマキロンです。今回なんですけども、今回はね、平日の豊橋の市場に来ました。そしてね、僕の動画では基本市場の動画上げてるんですが、毎週市場に並んでるね、魚の種類や値段全然違うので、お魚が好きな皆様ならぜひ楽しめると思うんで、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日も市場の探索行ってきましょう。さて、今日はどんな魚がおるかな。いやー、まさかね、平日に市場来る人なんていないでしょう。ってことでね、行ってきますか。
ただいまってことでね、本日も市場をブラブラ回ってきたんですけども、今日はね、朝5時ぐらいから回ってたんですが、まさかのね、多分お客さん僕一人だったと思います。ちょっと寂しかったんですが、まあね、平日の市場はこんな感じかなと思います。そして今回なんですけども、今回はね、牡蠣が50円という破格の安さでしたね。牡蠣好きの人ならたまらないじゃないでしょうか。ぜひお近くの方は豊橋の魚市場来てみてはいかがでしょうか。あとはね、以前僕がさばいたヒゲ剃り鯛が売ってました。最近豊橋の市場ではヒゲ剃り鯛を推してるようですが、まあね、それだけ美味しい魚ってことなので、皆さんぜひ見かけたら購入よろしくお願いします。そしてね、次の動画は一式の市場の動画になると思うんで、皆様楽しみにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。これからもマキロンチャンネルをよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあな、